おはようございます。はい、まずはですね、今日 T シャツじゃないんですよ。なぜかと申しますと、今回第876話の T シャツが収録日に発送が間に合わなくて、今回 T シャツを着用していませんが、T シャツのプレゼントはご用意してます。本当はですね、ちょっと青っぽい緑っぽい T シャツに、朝一台で好発進と書かれた文言の T シャツを着る予定だったんですが、間に合わず、しかし、こちらの方にですね、多分 T シャツの画像は出てると思いますので、こちら、後ほどキーワードの方を発表して、きちんとプレゼントさせていただきます。やっぱりチャンピオンさん、バラエティのラインナップが素晴らしいお店なんですよ。というわけで、今回も狙いはバラエティコーナーです。おはようございます。よろしくお願いします。じゃあ、これにします。はい、今日は8番です。はい。さあ、というわけで今回は長野県松本市のこちらチャンピオン小津さんでの第876話となっております。今日も一日よろしくお願いいたします。さあ、来ました。チャンピオン小津さんですね。街道日記は2度目の収録となります。争点ですね。街道日記では過去万枚出してる騎手でもありますので、相性は悪くないと思います。これで1万枚達成でございます。ありがとうございます。前回は修羅の時から蒼天の剣に来ましたが、蒼天の剣2あまり打てなくて、また朝からゆっくり打ちたいなと思ってましたので、今日はこちら蒼天の剣2行きたいと思います。よろしくお願いします。やるぜ。はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。本日は長野県松本市にございます、チャンピオン小津さんやってまいりました。そして朝一はこちら蒼天の剣2を選びました。それではシーサの街道日記第876話、よろしくお願いいたします。さあ、行きましょう。蒼天の剣2ですね。朝から蒼天2が打てるというのはまたこれ嬉しいですね。行きます。はい、スタートしました。前回2機種目であんまり長い時間打てなかったんですけれども、なんとか AT 当選はありました。しかし、純増 2.7 枚の高純増機、その魅力を味わうとまではいかなかったので、今日はしっかりこの台で勝負していきたいですね。そして AT の特徴といえばですね、宿命の時と激闘乱舞インシャンハイの2部構成、その激闘ラムインシャンハイがゲーム数上乗せ型で、獲得を増やすメインの AT となりますので、とにかくここを目指していくということになります。朝から打つのが久しぶりですから、ちょっとおさらいしながらにはなりますが、通常時値上げからの抽選と規定ゲーム数での抽選、こちらが AT 当選景気のメインということになりますね。ただゲーム数での当選頻度というのはかなり低い台ですので、やっぱり内部状態を上げ、そしていいところでレア役を引く、これが基本的な流れとなります。あとは北斗シリーズですからね、やっぱり北斗カウンターがありますし、中段チェリーを引くタイミング、この辺りが大きな鍵となります。ちなみに通常時の内部状態が定格、通常、降格とあります。その降格中に中段チェリーが引ければ AT 当選率が 100% となっておりますので、やはり降格に上げてそこで中段チェリーが引けるかどうかというところはポイントですね。あとやっぱりこれまでの北斗シリーズと違うのは、中段チェリーの出現率が異なる場合が多々訪れるというところですね。内部状態だけじゃなくて集団チェリーの降格状態なんかもありますので、そのあたりもですね、レア役から内部状態行こうとともに迎えられたらいいなと思います。結構バラエティに来られるお客様まさから多くてですね、並ばれてるお客様とお話ししていても、やっぱりチャンピオンさんといえばバラエティが強いイメージあるよねという方いらっしゃいました。で、店内の装飾を見てもですね、結構バラエティ力入れてるお店だなというのが伝わってきますので、この辺りは僕も
期待しながら回していきたいところですよ。結構人気の絆とかゴッドシリーズとかあるいは番長シリーズといったところは、お、ちょっと待ってくださいね。あ、スイカですね、ここは。お、強スイカ、はい、冗談変更揃いは強スイカになります。もちろん AT 抽選ありますが、状態以降にも期待が持てます。さらにここで中段チェリーですね。一応この形が羅針盤狙いで浮くと中段チェリーになります。というわけで強スイカと中段チェリーで北斗カウンターが点灯したしました。これ強スイカで点、広角上がってれば確定ですからね。いきなりチャンス到来ですよ。そうなんです、番長シリーズとか絆とか、まあ、人気のコーナーは台数がしっかりあるんですけども、まあ、その辺は特にこう賑やかな装飾が施されているわけでもないんですが、このバラエティコーナーはですね、こうバーッと曲線とかですね、オールスターとかっていう結構派手なポップが施されていますので、やっぱり注目集めますよね、こういうところでは。さあ、左リールの回転が今ちょっとねゆっくりなりましたけれども、ここもレアエクチャンスとなります。はい、ここは弱スイカですね。で、一応ですね、レアエクからは AT 抽選、内部状態の移行抽選、その他にもですね、このカウンターの炎とか凍結の抽選もあるんですね。炎上とか凍結の、その炎上とか凍結というのは中段チェリーの出現率がアップするという状態ですね。だから結構こうモードと内部状態以外でも楽しめる部分がたくさんあるというのは想定の件数の特徴ですね。さあ、この時間レア役が偏ってきておりまして、ここも弱水化、ただ注目はやはり液晶左のチェリーの北斗カウンターですね。中段チェリーのそろそろ発展の時間かな。残り8ゲームです。中段チェリーからの北斗カウンター、発展です。さあ、宿命への道ですね。一応前兆演出ということになります。当たるかな。ここは期待したいですよね。強スイカからの中段チェリーでしたので、状態を上げて引いてる可能性は十分ある。さあ、ここですね。決着の時、当たれ、はい、はい、当たりです。開始78ゲームでした。中段チェリー一発で決めましたね。さあ、投手の項は50枚の3本150枚での当たりとなります。早かった。さあ、まずは定めの時ですね、オーラは青で、最初申し上げた通り定めの時が継続率管理の AT、 そして、この後のバトルで勝てれば激闘乱舞インシャンハイというゲーム数上乗せ型の AT になりますけれども、バトルまでのゲーム、この宿命の時中はバトル勝利期待度を上げていくチャンスなんですけれども、あ、来ましたね。ちなみにここで中段チェリーが引ければ継続確定になります。おう、チャンス目。さあ、これで青になりましたね。黄色、これ1セット目は保証で継続は確定なので、できればここ勝利に結びつけたいですね。1セット目でこれでゲームスでしょうか。レイオーです。負けることはありませんが、できれば勝ちたい1セット目のバトルです。レイオーとケンシロウの衣装が似てるんでね、どっちが出てきたか足元でちょっと分かりづらい時ありますが、ここはレイオーの攻撃。
2セット目以降ならピンチというところでした。しかしここは保証の1セット目。激闘ランブには突入させれず2セット目突入となります。さあここからですよ、勝負は。2セット目はオーラ昇格抽選、白オーラのままバトルとなります。ここでね、起きたらきついな。うーん、2セット目と続いてここも霊王登場です。まあ、もちろんケンシロウの先制攻撃なら継続以上が確定ですね。レイオ、弱攻撃でお願い。あー、ちょっと先ほどと同じ、ここもピンチ。2セット見たか。我が孫か。はい、というわけで早い当たりではございましたが、激闘乱舞インシャンハイは迎えられず、保証の2セットで終了です。なんでこんなに恐怖楽が来なくなったんだ。チェリー来い、ここでチェリー来い。上がらんな。まあ弱水化ですからね、ちょっとここはかなり薄いとこでしょう。外れ。さあここで来ましたね。今日は、まあ、厳しい展開ながらもこのチェリー広角にはよく入ってくれてます、弱水化から。しかも今回はカウンターまだ26ゲーム残ってますので、まあ、なんとかここを次の AT につながるゾーンとしたいですね。激闘乱舞in上海がないまま投資が現在35本、厳しい状況になってます。早くチェリーを、それかこのゲーム数の中で再びスイカをお願いします。来ない。よし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 。あ、チャンス目ですかね、紫チャンス目。ここはチェリーでしょう、中段チェリー。違う、ザックチェリーですが、この発展はチャンス目からかな。さあ今日は1回当たってますけども、こちらの演出枠は通常黒ですね。当たれ。さあ中盤チェリーですが、おっと当たった。この当選はチャンス目じゃないですかね、さっきの AT 終わって今回は76ゲーム早い当たりとなります。さあ5回目ですよ、投手は35本あります。黄色、よしやるぞ。助かりましたね。次のオーラ昇格チャンスが7セット目ですから、なんとかそこまでは継続を重ねるか、それまでに激闘乱舞をつかむか。ちょっとここはいきなりの緑オーラですよ。また激闘乱舞のチャンスは来てます。あ、赤までいけ、いった。さあこの AT 中2回目の赤オーラ、残り3ゲームあります。まあ、やっと定めの時はいい感じになってきましたね。あとは激闘乱舞をつかめるかどうか。赤オーラまで行った時にことごとくこの超大炎なんで、ちょっとねキャラが厳しいですよね。
ここはと出てきました、ケンシロウ。ここまでケンシロウの攻撃もなかなか弱い攻撃が続いてますが、ここもパンチか、当たれ、当たった、倒れてお願い、お願い、行かないですね。激闘ランプが本当に遠い。やばいやばいやばい、オーラは白のままで警告バトルに突入します。怖いな、もう一回やさか、あれよ、これはいかん、ここは耐えてほしい、ここを耐えればもう一回オーラ昇格チャンスが来るんです。ケンシロウ、あれよだ、あー怖いよ、お願い、まだ終わらんで、5回目の AT も6セット警告しましたけども、激闘ランブインシャンハイ、いや赤オーラ2回あったんですけどね、分厚いな、あー終わってしまった。あれ、こんなに激闘乱舞の壁熱かったですかね。珍しいですね、 AT 終わって43ゲームというところで今度は真ん中にゲーム2のカウンターがつきました。結構100ゲームあたりでつくことが多いんですけどね、今回早いですよ。しかし中段チェリーはまだ引けていません。そして強水感もありましたのでね、ここ天国モードに行ってる可能性も十分考えられます。高架階ステージ、ここで中段チェリーが引ければ、あー次はず、よし行った、タイミングはマッチグーだと思いますよ。高架階ステージに来た直後なんで大丈夫でしょう。さあさらに強追加、ちなみに天国モードでの中段チェリーは AT 確定、強追加なら 33% あります、当選率が。いずれにしてもここは大チャンスと言っていいと思います。さあここで発展ですかね、期待しています。こんなところじゃ終わらないはず、よし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 、決着の時まで来ました。おう、当たり、ちょっと焦りましたが、今回は AT 間73ゲーム、さあ6回目の AT は持ちコインでの当たりとなります。そろそろお願いします、激闘ランブイン上海を、緑オーラ、あ緑炎ですね、は緑オーラなのか、まあ、緑のエフェクト初めてですね。さあ定めの時自体の継続率にも期待しつつ、今度こそ、もう今度こそですよ、激闘ランブに突入させたい赤波です。初当たりはこれが6回目になります。ここも白のままですね。お、レオはいません。さあしばらく超大炎が届いてますが、レア役、弱水化、
ここはケンシロウです。よしよし、5セット目もこれで継続は確定。そろそろ強い技が見たいな。キックか。こうやってあんまり期待してないところで意外とね、激闘ラム行ったりしてくれるかもしれませんよ。倒れろ。おお、ここで行った。お待たせしました、長かった。さあ6回目の AT、 5セット目の定めの時でようやく今日初めての激闘ランブイン上海突入です。よし、ちょっと今 AT 間も短かったので、定めの時だけで300枚ぐらいの、300枚ちょっとの持ち込みができております。いきます。ここからはゲーム2、上乗せ型の AT 激闘ランブイン上海突入です。まずは初期ゲーム2ですね。30ゲームから200ゲームあります。何ゲームになるかな。その前に白7を揃えてのスタートですね。長かったですね。100 40ゲームか。いきましょう。さあここから40ゲームの激闘ラムインシャンハイ、消化後はまた先ほどの定めの時の続きからということになるんですが、まあ、ここはですね、レアヤクを行くことで活目の時というところをまず目指していきますね。でその活目の時に突入すれば、中段チェリーの高確率状態で上乗せ、あるいは上乗せゾーンのチャンスということになりますので、まずは活目の時に突入させれるかどうか。あっという間ですからね、40ゲーム何もなければ。あ、いいですね。弱世界ではありますが、激闘ランブに入ってからがレアよくよく来ます。さあどうだ、発展です。おー、いった、弱世界から。さあここで活目の時突入となります。残りは13ゲームでした。で活目の時中は中段チェリーの高確率になるので、そこで引けるかどうかです。あとこれ自体が、ループ性も持っています。でまあ、あの円ですね、活目の時のステージでは一番下、それでもここは中段チェリーのチャンスです。引けないか。引けよー、引けよー、早く。あと3ゲーム、いてお願い。さあやっと来ました、中段チェリーです。ここはチェリー付きのマックスベットで、このバトルで勝てば、活目の時で中段チェリー引いて発展してバトルで勝てば上の手です。お願い。あー、ダメかー、残念でした。上の手で決め、しかしまだこれラストチャンス。残念でした。活目の時には行きましたけども、ゲーム室は乗せれず。まあ、これで AT が終わってしまうわけではないので、まだチャンスはこの後残りますけれども、ちょっとね、ようやく迎えた激闘ランブイン上海だっただけに、最初の活目の時上の手につなげられなかったのは残念でした。これで激闘ランブイン上海のゲーム2、40ゲームを消化。そしてここからは先ほどの定めの時の続きということになりますね。6セット目超えれば次はオーラ昇格チャンスのセットとなります。さあもう1回この AT 中に激闘ランブを迎えて、なんとか逆転をすればなりません。さあ6セット目のバトルになります。あー、そこでね、よう出てくるの。あと1セット頑張ろう、あと1セット、ここまで頑張ろう。ケンシロウ、ここ超えたらオーラ昇格チャンス来るから。ケンシロウ、レイヨーだ。わあ、もう
やめて。よし、超えた。7セット目突入です。ありがとうケンシロ。さあ7セット目ですからね、オーラ昇格チャンス。ここでもう1回激闘ランブイーシャンハイ目指しましょう。早かった。超えろ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 、よし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 、もう一度超えろ。よし、いけいけいけ、赤までいけ、赤赤、おー、いった、熱い熱い、レインボー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 、いやー、いいでしょう、赤ならチャンスはある。さあ、7セット目いけるかな、いや、坂でしょう、そこは。はい、さあ、2度目の激闘乱舞、インシャンハイのチャンス到来です。赤オーラ、しかし今日は赤オーラで1回も激闘ラムに入れられてません。そろそろじゃない、ケンシロウ。はい、ケンシロウです。来ましたよ来ましたよ。ここでボタンが欲しい。ボタン、ボタンはない。うー、残念、激闘ランブ突入ならず。復活に期待するしかありません。12セット656枚、まあ、なんとかマイナス1000枚切ったぐらいまで行きましたけど、激闘ランブの突入は1回のみでしたね。 AT 自体がおそらく継続率良かったと思いますので、2回目の激闘ランブインシャンハイあればここでの逆転も可能性あるぞというところでしたが、残念、12セット終了です。マイナス1000枚か。ただこれでまだ分からなくなりましたね、勝負は。2機種目いきますかね。争点の件2、まあ、ちょっとここからまた定めの時のみを繰り返しても仕方ないですし、はまってしまえばちょっともう時間的に厳しくなってくるので、ちょっと他の台を見てみたいと思います。さあ、争点の件2ではマイナス1000枚ほどというところでした。で、2機種目はバジリスク絆で、現在持ちコインの方が817枚ありますので、まあ、1000枚のプラスを目指してということになりますね。ゲーム数は現在259ゲームから、ここは持ちコインでの勝負です。いきます。さあ、1ゲーム目いきなり、ここは巻物揃いでバジリスクチャンスのチャンス、まあ、絆なら一撃1000枚余裕で、あ、当たりました。1ゲームで絆なら、まあ、1000枚ぐらいはね、短時間で出せますのでね、AT が届けば。さあ、持ちコインはもうほぼ減らさず当たってます。これがバジリスクタイムになればめちゃめちゃいいですけどね。1ゲームで巻物聞いて同色揃いですよ。ランパ白ですけどね。ここで決めろ、1000人。お願い、お願い、そんなに甘くはなかったですね。しかしここは早速バジリスクチャンス迎えることができました。いないか。まだですか、まだですか、ないの。7回目のバジリスクチャンスです。ないんか。天井まで行きます、行きますよこれ。まあ、かなり回数重ねましたが、
はい、結果的には持ち込んでマジリスタイムに突入させれましたのでよかったです。さあ、あとは何枚出せるか、もう一発勝負ですから、このバジリスク切り札で初当たりを何度も迎えようとは思っていません。とにかく1回バジリスクタイムに入れて、そこでプラスになればいいなという勝負、一発勝負です。ちなみに持ちコインの方は現在300枚弱ですので、やはり1500枚は出したいところですね。ここ一撃で1500枚出せば勝ち、出せなければ負け。今日最後の一勝負になります。まあ、バジリスクの回数天井での AT 当選まではあと1回必要でしたので、ここは天井じゃないんですけれども、バジリスクタイム参ります。さあ、ワイルドアイズで始まりました。1セット目のツイストの時、さっきの巻物が効いてたかな。赤巻物です。さあ、当たれ、継続確定のセットですが、ここも BC 当選ならさらに1セット重ねることとなります。ここはマジリスクチャンス期待していいんじゃないか。赤背景の後期ですもんね、巻物の後、ただの継続したではないと思います。なんならここで無双一戦でも来てほしい。継続では継続ですね。マジリスクチャンスはあった。これで AT は7セット目までの突入が確定いたしました。順調です、この AT は。さあ、いった、8セット目突入。さあ、これで獲得枚数は一撃1000枚を超えてきます。この AT 中、これは大丈夫でしょう。クリア、これで9セット目。さあ、せっかくの絆降格もここは8セット目、9セット目と太陽焼き引くことはできていません。ちょっと心配ですね、このバトル。頼む。終わったか。9セット、1098枚、あと一歩というところまで行きましたが、逆転はできず終わりました。はい、というわけでちょっともう時間の方も押してきましたので、今日ここまでとなります。最終交換枚数どれくらいあるか、チャンピオンオズさんは拡大計数機となってますので、今からメダルを計数機に流します。はい、交換枚数はこちらですね、1399枚。投資が今日は1750枚ありましたので、マイナス351枚という結果で惜しくも届かずでございました。以上、シータの街道日記第876話でした。はい、実戦終了でございます。今回は長野県松本市のチャンピオン小津さん、2度目の街道日記収録で朝一は争点の件2、チャレンジしましたけれども、ちょっと投資の方が大きくなりまして、35本、1750枚の投資がありました。しかし2期締めの絆、なんとか最後追い上げはしたんですが、一歩及ばず、最終的には1750枚の投資に対して1399枚の交換となりましたので、本日はマイナス351枚という結果でございました。さあ、そして今回 T シャツの方がちょっと間に合わず着用しておりませんが、プレゼント用の T シャツはきちんとご用意しております。こちらの方に出てるかと思いますけれども、今回の T シャツは朝一台で好発進と、書いてある T シャツだったと思います。はい、そちらの方をプレゼントいたしますので、今から僕が発表するキーワードを、アローズスクリーンの LINE アットに送っていただければ応募完了となります。それでは、今回の T シャツプレゼントのキーワードはあと一歩、こちらでお願いします。
バジリスク菊田、もうちょっと伸ばせればプラスも見えておりましたが届かず、キーワードの方はあと一歩、こちらの方で今回もたくさんのご応募お待ちしております。以上、審査の街道日記第876話でした。